おはようございます。釣り子 TV です。今年2020年予約していたスピニングリールが届きましたよ。これルビアス FCLT2000S の、XH っていうことで、新しいルビアス、これをね実は注文していたんですけども、これがついに手に入ったっていうことで、早速開封していきたいと思います。まあね、ケースはこんな感じの、ダイワのね、シンプルな感じのケースに、こういう番手だよっていうね、説明がこう、ずらずらーっと書いてあって、まあ、なんといってもね、この箱をね、持った時点でね、めちゃくちゃ軽いっちゃね、早速開けていきたいと思います。お、こんな感じで、こういうね、袋がね、まずね、ついていますね。あ、ダイワってね、こうやって書いてありますけども。で、こんな感じで、お、なんだこれ。クーポンゲットっていうね、あ、リールオーバーホール手数料割引クーポン、自動膨張救命具、ライフジャケットですね。膨張検査とボンベ交換の割引クーポンと、が2つついていて、こんなね、ありがたいクーポンの紙がまず入っていましたけども、で、じゃ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 ーん、はい、リールが入っていて、あとはね、説明書と、あ、ワッシャーね、ここのね、説明書に入ってますね。はい、で、本体ですね。きたー、これで、あ、傷つかないように、こっちに入れてくれていた。ハンドルがついていて、いや軽いなこれね。で、早速じゃあつけていきたいと思います。うわーうわー軽い、うわー、こんな感じのリールです。じゃあね、ちょっとここら辺一回整理して、はい、改めまして出てきました、ニュールビアスっていうことで、あ、手にねすっぽりとね収まるような感じの、2000番クラスね、今回はこの番手を選んでみました。今までね2500番とか少しね大きめの、まあこれより少しブラックバス寄りというかね、糸巻き量の多いモデルを買うことが多かったんですけども、今回はねこの軽さに注目して、一番軽そうなね2000番サイズね、これを買ってみました。でね、まあ、ブラックバス海釣り問わずいろいろ使ってみようかなと思ってね、いやー、しかしね軽いで、何よりも、気になったのがこの軽さなのに比較的お値段がお手頃っていうことで、今回はですね、キャスティングで予約して買ってきてみたんですけども、なんとね税込みの、金額はですね、いろいろ割引とかさっぴいて 29,569 円、税込みっていうことなんですけども、あー、このね事前のキャスティングでの予約ね、発売前の予約を駆使すると、ポイントのね還元とかがね非常にねすごくて、なんと3494円のね、ポイントがついてくるよって、今回発生ポイントっていうことでここにね書いてあるんですけども、およそもう3500円ぐらい安くなるので、実際には2万円台中盤でね、買うことができちゃったっていうことで、まあキャスティングのこれねポイントによる還元なんですけども、自分のね近所にはキャスティングさんいっぱいあるので、まあすぐこのポイントっていうのは使っちゃうんですが、なんていうことを考えると、なんとね2万円台の中盤でこの、非常に軽いモデルのねスピニングリールを買うことができちゃったっていうことでね、いやー、これはね嬉しいなーね。なんかね、もうこれに関してはフィッシングショーでね、今年いろいろな新しく出るスピニングリール、いろいろなメーカーのもの、触ってきたんですけども、もうねこうペッてね持った瞬間、うえー、これ軽っと思ってね、これは一つ行ってみようかな
っていうのも、去年ですね、スピニングリールもハイエンド機種の、大戦争が起こっていて、例えばですね、バンキッシュがめちゃくちゃな軽さを、手に入れて、さらに高性能に進化とかですね、イグジストがね、劇的な軽さを手に入れて、大幅な進化とかね、いろいろなトピックがあって、でもね、ハイエンド機種で、まあ非常に軽量っていうのはね、去年2019年のトレンドだったと思うんですけども、ダイワがその翌年に、比較的まあ中堅機種って言ってもいいんじゃないかな、このルビアスに軽量なボディを出してきたっていうことで、で今年ね、で実際にフィッシングショーでこういろいろクリ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 触ってみて、あ、これは久しぶりに1個ね、ダイワのスピニングリール買ってみようかななんていう風に感じちゃったわけですね。で早速もうその足で予約しに行って、で聞いてみたら、まあ1月の後半に発売開始になるよ。あ、でも連絡ないから、まあ1月は通り過ぎちゃうかななんて思ったらね、入りましたよなんていう連絡があって、もう早速ね取りに行ってみたんですけども、実はねこのルビアスと時を同じくして、あの非常に軽量なものまでですね投げられるスティーズもね、店頭に並んでましたね。でそちらはねもう価格が6万円台っていうねハイエンド機種なんで、まあ今回はねちょっと買うのは見送ったんですけども、店員さんに聞いたところですね、もう今度のスティーズのこのベイトフィネス機は半端じゃないですよね、フックだけつけて投げてみたらスイーって投げれるよなんて教えてもらって、それも非常に気になったんですけども、今年はねベイトね、あそこのメーカーのあれ、ここのメーカーのあれ買おうかななんていうのがね頭の中にあって、まあベイトフィネス機は似たようなものいろいろ持っているからいいかと思ったんですけども、このルビアスに関してはまあイメージとしては3万円ぐらいで、150g 前後のねリールが買えるからいいんじゃないのなんて思ったんですけど、実際にそのねお得な事前の予約とかポイント還元とかも組み合わせるともうおよそ2万円台中盤で、で買うことができて、実際にね今クリクリ触ってますけど、やはり非常に軽量っていうことでね、早速ねじゃあ重さの方もね測っておきたいと思います。はい、じゃあね、非常に軽量だよと歌われているニュールビアス何グラムかちょっと測っていきたいと思います。はい。じゃじゃじゃん。うわーすげえ。151.7g って出てますね、これ。やっぱり軽いな、これ。おお。なんだろう、このシールとか外して、さらに変わったりするのかな。これなんかね外して、まあこれあんまり変わんないかな。はい、まあ今ねシールなんか外してみてね、改めて測っても 151.5g。 そんな軽いの。 151.5、これやっぱめちゃくちゃ軽いですね。もうなんかね手に持った感じね、ふわーっとした感触、いやこれはちょっとびっくりですね。やはり151.5、でもね、およそ 152g ぐらいっていうことですかね。ちょっとね今びっくりしてるんですけども、やっぱり5万円6万円前後出さないとそこら辺の軽いリールっていうのはなかなかね手が伸ばせないかなと思っていたんですが、いやーすげーな、ダイワこれもうね本当指でこんな風に持てちゃうぐらい、こんな感じの軽さなんですよ。いやーちょっとね、実際にね本当店頭でも並び出してるはずなんで、気になってるけどどうなのかななんていう人はね、ぜひね実際ねお店でね触ってみてください。すぐにねレジにね持って行きたくなる、そんな感じの軽さですよ。いやーね、これでね、まあ
軽いだけだったら他のどうなのなんていうふうに気になるかと思うんですけども、フィッシングショーでね、昔のルビアスとこの新型のルビアスが並んでいて、で実際にこの糸を通してこの巻き上げのパワーね、こういったのを試すね、コンテンツがあってやったところですね、もうね滑らかにグリ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 ってね、ちょっとねドラグテンションかけながらでもね巻き取りができちゃうっていうね、そういったところもあったので、そんなまあちょっとした合成感巻き上げの力のパワーアップとかも含めてね、これはいろいろな釣りに使えるんじゃないかなと思ってね、まあメインはねあのブラックバスでの細い糸を入れてのライトリグ、そんな釣りで使おうなんていうふうに思っているんですが、まあその他にも海でも使えるよなんていうところもあるので、まあそういったところでもね、どんどんね今後使っていこうかななんて計画中です。で大まかな、そんなじゃあ軽くて上位機種と何が違うのって言ったらね、ここがねあのザイオンっていうね素材のボディでできていて、で例えばあの上位機種のイグジストとかはここがメタルボディね、メタルボディのこの屈強な感じでやはりその軽い軽さを実現しているので、なんだろう、この極限でのね合成感とかで考えると、やっぱりそういった最新の上位機種、去年出たモデルとかを選ぶね。でさらに強さが欲しい人はより堅牢な作りになっているセルテートを選んだらいかがですかね。でとにかく軽くて、そんでもっていろいろ使えてね、であとはねコストパフォーマンスの方も非常に気にしてるよなんていう人は、この新しいルビアスをね選ぶといいんじゃないかなっていう風にねおっしゃってましたね、ダイワの方が。ということで、まあマグシールドが搭載されていたりで、あとこのね独特なねちょっと太めで引っかかりのね一切ないこのベール部分ね、この感じとパトラグの、まあこれはね実際に釣りしてみてね、いろいろ試してみてっていう感じになると思うんですけども、何にしてもねここの中に大型のギアが限界ギリギリまで組み込まれていて、でそれがねこうボディにねじ込むような形という新しいね組み上げのねシステムになっていて、まあより大きなギアがガチッと入っていて、でもってこのボディのところをねザイオンで仕上げることによって、この指でつまめちゃうようなね驚愕の軽さね手に入れてますので、ぜひね一回ね店頭でもね持ってみてね、まあどうなんだろう、軽いんだけどカッチリしているこのなんか不思議な感じね、これをねぜひね店頭で確かめてみていただければと思うんですけども、俺はね予約していたので、こういち早くねお家に持ってきてね、このね、今触り倒しているんですが、説明書なんかも入っていたので、なんかこの技術的なポイントなんかも入っていたりするのかな、まあ、ブラックバスの人だと2500番とかがねおすすめになってくるかと思うんですけど、まあいろいろこう、グローバルモデルって感じですかね、いろんな言語での説明書が入っていますが、ここら辺が日本語の説明書になるのかな、オートマチックドラグシステムラインローラーワンピースエアベール糸止め、あ、この糸止めのデザインなんかもねこんな感じで、今までね自分この形になったものってね初めて手に入れたんですけども、なんか糸止めなんかもねすごいねかけやすいよなんていうのがね出ましたけどね、まあこういう説明書が書いてあって、で ABS スプールの糸巻き状態で、この中に付属のワッシャーが入っているので、このワッシャーでそのなんだろう、ここの糸が巻いた時のね具合とかを調整してくださいっていうことと、で技術的なルビアスの特徴っていうのがねここにね書いてありますけども、ちょっと見ていきたいと思います。
まずですね、モノコックボディ、ドライブギアの両端を光合成ボディと高精度プレートをねじ込むことで支持した構造。これによりギアの支持精度、剛性、さらには気密性も向上。また従来よりもドライブギアのサイズを極限まで拡大することにも成功しましたということと、マグシールド搭載モデルですね。マグシールド、マグシールドは磁性を持つ液体を利用することで磁性を持つ液体の壁を作り、水の侵入をシャットアウトする画期的構造。滑らかな回転はそのままに、水、異物の侵入を抑えることで初期回転性能を長期間持続。本機種ではボディ内部がマグシールド構造になっています。でね、カッコ書きで本製品は、完全防水ではありません。だから水にジュバーってねつけないでね、なんていうことが書いてあります。嫌な塩紙がなくなることで長期間使用時の回転低下やイオンを改善し、耐久性が大幅に向上しているということで、注意書きでですね、ボディ部ともにマグシールド周りへの注意は絶対におやめください。マグシールド機能を損ないます。ボディ部ともに分解作業は絶対におやめください。マグシールド機能を損ないますということで、まあいろいろね、このボディのところにねマグシールドの秘密があるから、何かあった時はメーカーにね出すようにという、こういうことがね注意書きで書いてありますね。分解好きな方、気をつけてください。でエアローターですね、ここエアローターね、ローター革命というべき画期的な構造を持つエアローター、最適リム構造により負荷が分散することで同等の強度では軽量化を実現。ローターバランスも改善され、さらなる回転フィールの向上にも寄与ということで、ATD オートマチックドラグシステムって書いてありますね。魚の引きに応じてスムーズにテンションを変化させ、滑らかに効き続けるドラグです。常に竿の弾力を生かしたやり取りが可能になり、魚の過度な違和感を与えにくくなるため、短時間での取り込みを可能にしますね。このドラグ機能にも、こういったね ATD っていう、ね、システムが入ってるんですね。で大口径アルミ製タフデジギア、ダイバ独自のデジタル設計技術デジギア2がさらに進化、さらなる回転精度とパワーが向上。この中にね、そういった専用設計の大口径アルミ製のね、デジギアが入ってるよってことですね。でこのスプールにも秘密ありということで、ロングキャスト ABSスプール前端部分の形状を見直したことで従来の ABS 通比で約 5% もの飛距離アップに成功しました。バックラッシュ等のトラブルも激減された、理想のスプールがここに完成しましたということで、まあこんな感じでルビアスの説明がね書いてあったりするので、まあ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 結構ね特殊な技術がいっぱい使われているから、ちょっとね怖くてね分解とかはねしない。まあ何かあったらね、お近くの大和製品取り扱い店にこうオーバーホール依頼で出せばいいんじゃないかなという、こういうことになってるみたいですね。まあ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 ザラザラっとね見てきましたけども、そういったね機能が満載のルビアスね、何しろね一番目を引くのはこのね軽量さで、まあいろいろな番手が出ているので、シーバス3からブラックバス3からねいろんな釣りに使えるかと思うんですけども、一つ店員さんに聞いたのは、まあここのね番手の書き方が若干変わっているっていうことで、ハイギアかどうかね、これは XH っていうモデルなんですが、これ確かに 2000S の後に XH とかまでは書いてないんですよね、ここの表記ね。でどこで見分けるかっていうと、例えばこのリールのフット部分ね、ここのところを見るとね、2000番の XH だなーなんて分かるのと、ただ竿についちゃってると分かんないよっていう場合はね、ここね、この部分を見るとこのギア比がね 6.2 対1って、ああこれハイギアのモデルだなーなんていうのがね、ここら辺を見ると一目瞭然っていうね。このスプールの部分を見てもね 2000S までしか書いていないので、まあそこら辺でねどのモデルかね確認するよっていうような感じのことは言われましたので、あそうなんだなんていう感じですね。まあ何にしてもねちょっと寒い季節ですけども、こんな時にね当たりを集中して取るのに、まああと一日中こういったシビアなね当たりを取る繊細なシェイクとかをするところで、この全然横で持っててもねすごい今まで使っているリールより軽いね。まあそのリールの重さによってこうガシッとねバランス取ってリズムを取るなんていうのもあったんですけども、初めてねここまで軽量なね
こういった、リール、使ってみることになるので、またねちょっと新しい釣りの、感じが広がってくるんじゃないかなって今から非常に期待しております。まあ何にしてもこの久しぶりのね、台場の、新しいリールを買ったっていうことで、しばらくねちょっといろいろな釣りで使ってみながら、この新しいルビアーズのね、特性なんかを動画を通じてねお伝えしていければなーなんていうふうに思います。まあこの先もね、そうだな、2月にあそこのメーカーからあれが出るって言ってるな、3月にはいよいよあのメーカーの あれが出るって言ってるなーってね、ちょっとねお財布の紐が緩みがちな、このシーズンですけども、釣り子 TV ではですね、引き続きいろいろな、まあ買える範囲でね、リール買ってね、インプレとかですね、実況動画の方で、その感じをお伝えしていければなーなんていうふうに思いますので、ぜひチャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、ルビアス買ったんだ、いいじゃんっていう方はね、ぜひねグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、新しく生まれ変わったですね、2020年のね、まあ、台場の目玉機種の一つじゃないですかね、ニュールビアスね、2000番の S の、XH、 この番手を買ってきて、開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。